モンスターハンターワイルズベータ版ということで、いやちょっと楽しみすぎるな。ちょっとついに来たね。いやワイルズのね、あの発売されるよっていうね発表があってからね、もう待ち遠しくずっと待っていたんですけれども、まあ今回ねまだ体験版みたいな感じなんですけど、まあ来年発売されるということでね、まあライズサンブレイクからねずっとモンハンをやっていなかったんですけれども、いや帰ってきたね。日常的にやる日々がね、もうそろそろ帰ってきます。じゃあちょっとねスタートでやっていきましょう。なんかさ、これ最初の画面とかすごい綺麗だよね。ね、まあ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 やろうかね。まあ、いつまで経ってもね進まないんでね、うん、やっていきましょう。この SE もいいよね、このポーンっていう、でとりあえずまだあの全然ね本当にあの初見みたいな感じなんで、まあ、あんまりね情報を見ていないんで、あ、え、すごいハンターオトモアイル、まあ、これは見た目を変えれるってことかな。はいはいはい、ほう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 、あーね、プリセットがいっぱいあると。はいはい、で詳細とかを押したら、あーすごい、わ、キロ、え、キロって何、キレイ何キロって、すごい、え、もうリアルじゃん、本人じゃん、え、イケメンすぎない、こんなにイケメンなことあるすごい、やば、え、わ、すごい、サラッサラ、サラサラすぎない、え、すごい、え、こんなに表現できるんだね。わ、すごいな。まぁ、あ、ちょっとね、あの、性別は男性でね、まぁ、あ、行こうと思うんですけれども、髪型何にしようかな。うん、まぁ、あ、ちょっと色々いじくって決めようかな。やべえ、イケメンすぎん、ちょっと。やば、お前、かっこよすぎかよ。やばくない？これ、映画の主人公じゃん。もうこれでいいんじゃない？うん、やっぱかっこよすぎるわお前。こんなかっこいいことある？ボイス、おう、おい、あ、ゴーいいな、全然ゴーいいな。あ、若いね。あー、ちょっと歴戦感強いね。あー、まあまあ2もいいな、いいな。あ、9とかいいんじゃない？わ、いいな、わ、かっこ、お前かっこよくね？やばい、ちょっと待って、主人公、うわ、お前筋肉すごいな、お前な。まあちょっとこれがいいな、でもね。いいな、かっこいいな。かっこいいな。みんな、うわ、真っ赤すごい。あー、すごい。あー、この本体の色変わっちゃうんだ。でも今の色結構好きなんだよな。すごいな、なんか、うわ、すごい。ちょっと世界変わるね。異世界転生みたいになっちゃうね、これ。もうこれは別に、うん、まあまあいいか、うん、この状態でいいでしょう。アンダーウェア、何アンダーウェアって、あ、シャツね。いや、シャツは欲しいわ。シャツの色、シャツの色は黒でいいなシャツの、うん、こんな色でいいよ。パンツ、あ、これ多分ズボン履いてるから見えないよとかそういう話かな。初期防具、うわ、かっこよ。プケプケの装備みたいなね。おー、いや、ちょっとな、足が、あれだな、やだな。あ、どっちかなんだ。これ、あれかな、男性、女性みたいな感じかな。うん、いや、さすがにこの、ね、見て、このひらひら。絶対こっちじゃん、どう考えても。あ、変えれるんだ。わ、すごい。わ、すごい。顔見たいけど、顔見たいけど、フードも捨てがたい。これもいいな。いや、でもまあ、うん、これでいこうか。うわ、いいな、かっこよくね。あ、大丈夫？あ、大丈夫か。まあでもこんなもんかな。うん、でとりあえずアイルもいろいろあると。はい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 、まあアイルいろいろやっぱ種類あるね。まあこれ、この子かわいいなあ、またお前もいろいろ変えれんだ。あ、すごいな、すげえ。アイル喋る、アイルが日本語喋ってるおー、あ、結構変わるね。はいはい。いや、結構、あれだな。あの、長老タイプがいいな。音程をこう下げればいいの？違うな。いや、なんかおかしくなってった。ダメだな。アイル語だったら？うわ、すごい。なんかもう、耳が、なんかもう気持ちいいよね。これがアイルだって感じだよね。
慣れ親しんだこの声、まあでもせっかくなんでね、ちょっとアイル語じゃなくて普通の声にしようか。まあまあまあこれでいいか。うん、これでいきましょう。じゃあ決定でいこうか。わ、アイルかわいいすごいモフモフ装備。じゃあこれでいきましょう。ハンターの名前はいつも通りハーグでいきましょう。お供、あ、お供アイルの名前、お供アイルね、何にしようかな。ちょっと長老っぽいからね、なんかちょっと強そうなね、強そうななんか名前ないかな。この子の名前はニャンタ長老になりました。はい、ではいきましょう。うん、なんだこれ。ゲームの基礎から学びたい方、シリーズ経験者、うん、じゃあ経験者向け表示でいいのかな。で繰り返し、繰り返しはとりあえずオンにしとこうか。でとりあえず保存でいきましょう。いやー、ちょっとキャラ作るだけで時間結構食っちゃったまあこれが楽しいんだけどね。お、来たね。わ、楽しそう。もうなんか、おおお、あ、え、どういうこと、船、砂漠、ええ、すごい。あ、右下なんだこれ。なんて書いてた今。砂漠って書いてたよ。え、おお、にゃ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 、おーい、はいはい、かっこよくない。すごっ。もうなんかもうバイオハザードとかにいそうなさ。今日ファビウス、なんですか。おお、喋った。原則地の件ですね。お前喋るんや。ここより遥かにハンターって喋るんだね。大国があった。ほう、千年の昔に。もうなんかもう映画やん。立ち入りが禁じられている。ほう、今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、少年、一人の少年が保護された。もしかして彼は森人の一族。違うの、主人公かと思った。違うの、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は。お前かっこよすぎるって顔が。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。絶対モンスターのさ、牙とかでしょ。はい、当時とあるモンスターが里を襲撃。ほうほう。彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。じゃあ少年は人々のいるってこと。不明。モンスターの情報不明。何もわかんねえじゃん。だが学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性がある。まあないんですけどね。モンハンシリーズね、出るんですよね絶対ね。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。なんか玉狐みたいな。君を金属地調査隊ハンターに任ずる。ほうほうほう、拝命しました。お前かっこいいって顔がずっと顔かっこいいって言ってる。自分で作ったキャラクターをやばいよね。でもかっこいいんだもん。だって君に頼みがある。何ですか。え、開いたよ。あら、アルマと申します。あ、どうもどうも。大丈夫。ああ、まあ、もう一人の、あ、この子がもしかしてあの逃げ延びたっていうか、その助けたみたいな。ああだね、ペンダントね、未知の物質でできた。お、え、ああっていう出会いがあったよとなった。ほう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 。いい場所があったらベースキャンプを作る。ジェマ。腕が鳴る。すべてはそこからですね。でアルマと。わ、もうなんかアイルは喋るのすごいなんか違和感を感じちゃうんだけど見つかるといいな。もうね、ずっとさ、だってニャーニャー言ってたじゃんね。で今砂漠を船で渡っていると。ジェンモーランとか来るんじゃない。大丈夫。牙で突っ込んでこない。すごい数。ウェイ、これはあれかな、あの魚みたいなモンスター。違うな。
わ、すごい。なんか顔面ボールボロスみたいな。極度の興奮。何か追っている。お、え？普通 に人間じゃね？人だ、人だ、うん、人ですね。え？子供？子供じゃない？おお、なに、気持ち悪いな、お前。え？エイリアンじゃん。顔面エイリアンじゃん。近寄れ。いや、それな。近づこう。できるのですか？やってみる。行くんですか？僕も行く。あ、行くんですか？君も。あ、その何、野生のその乗る動物がいたってこと？ちょうど。いや、お前そっから無理だって。やめとけって。まあさすがに。いや、行ける？え、あ、もう行ってんの？あ、今からね。いや、お前勇気ありすぎだって。いや、すごいな、お前の身体能力。おおおおお。アイルは？アイルちゃんは？あれ？アイル来ました？行ってないよ。お、え、今行ったの？え？お、来たし、すげえな、お前も。え？あ、うん？あ、操作？メインミッション、チャプター1。え？行くぞ、はい、行くぞ、はい。あ、ニャンタ、はい、はい、ニャンタ、うん。何、バズボタンとか？あ、他のボタン特に何も押せないわ。少女を追う。ほうほうほう。え？これはでも、とりあえず進む以外に選択しないよね。うわ、すげえ。なんか最初の頃の PV でなんかでもこんなのあったよね。なんかいっぱい大量のモンスターがいて、なんか走ってるみたいな PV を見た覚えがあるけど。すごい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 。え、何これ？骨？あ、違うか？え？まあ、とりあえずなんか瓦礫？すげえ落ちてきたけど、あ、乗れるんだ。はい。うわ、おぉ。こいつに任せてみよう。あ、もう指示とかしてないんだ。とりあえず前に進んでくれって感じ？お、え、あ、乗れるんだ。すごいなぁ。で？でも結構、お、飛べるんだ。え、でもすごいよ、あいつらの追っかけも。結構やばくない？これも倒すしかないんじゃない？え？大丈夫？もう、やばくない？お、やばくない？キャーだよね。うん。え、もう落ちてない？飲み込む？何これ？L2 で抑離を狙う。丸ボタンで取得する。あ、そういうことね。あいつにね。ん？あ、どういうこと？待て。あ、こうして、丸で。うん。あ、そういうこと？直接音爆弾で R2?で、ビーンと。すごいな。音爆弾もゲットできるんだ。音爆弾作るとかじゃなくてね。翼竜から音爆弾ゲットと。で、つかまれで、おー、すごいね。あ、すごい。え、お、え、あ、え、アイル、え、ニャンタ、ニャンタすごいな、ニャンタ、おい。すごい、待って、ニャンタが優秀すぎない？これが音爆弾で、とりあえずビンビンやっていけばいいよ。狙い通り。はいはい。これいいよ。なんか適当に撃ちまくってるけど、俺合ってんのこれ。大丈夫これ。地面潜った瞬間にあやるべきだよね、多分ね。あ、でも結構上にプンピョン跳ね上がってるからいいんじゃないこれ。いってるあと一発ぐらいしかないと思うんだけど。あ、もうない？なさそうね、もう。あ、翼竜からゲット？え、行けんの？行けんの？すげえな。横から来てるよ。ちょっと待って。あ、で、翼竜からね、ゲット。すごいな。え、こんなに簡単にっていうか、この音爆弾ゲットできるんだ。へぇ、進化してんなぁ。ねえ。あ、上にもいる？何これ？お、上にも、そうね、上にも。崩せる？はい。あ、ん？丸ボタンで？これで？あ、崩せると。すーご。大丈夫？これ、やったかって言ったら、来るフラグになってない？大丈夫？あ、すごいね、船の機動力。みんなあって。で、アイルもすごいね。あ、だよね。来てるよね。音爆弾は？できない。あ、できないわ。音爆弾何もできない。これは？お、ハンター！ちょっと名前で呼んでほしかった。何これ？何これ？うわ、武器ですやん。何？うわ、かっこよ。その地面に刺さるのいいや。何それ、体験？うわ、気持ち悪い顔。もうなんか本当にモンスターじゃん。なんか、本当にモンスターじゃん。うわ、かっこよくね、武器が。初期武器がかっこいいよね。で、この子が助けた子。まあ、でもすごいね、一人でね。この、なんていうの？この走るモンスターに乗ってね。もう大丈夫。下がると。ん？何語喋ってるの？翻訳こんにゃくとかないとちょっとダメなんじゃない？これ。あ、降りてる。大丈夫なの？君らも降りて。あの、安心して。心配ないよ。よっ。驚いた。本当に人がいる。まあ、こんなね、砂漠にね、ああ、普通に日本語喋るんだ。
兄ちゃん、私セクレトであいつが来て、あのバグモンみたいな。お兄ちゃん、あいつってさっきたくさんいたやつかな。あ、違うんだ、うんうん、お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で戦っていると。まずくない？お兄さんはどこに？セクレット、お兄ちゃんの匂いを覚えてる。あ、これがセクレット。行こう行こう。お前イケメンすぎるって。皆さんはベースキャンプの場所を。わかった。でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。かっけえなー、ちょっと。この人をお兄ちゃんのところに連れてって。頼む。行こっか。じゃあ見つけてくるね。さ、なんかこの長いさ、白髪の子っていうか、あの女性、なんか なんだっけ、あのモンスターの名前なんだっけ、ヤンクックかな、なんかなんか人形つけてなかった、腰あたりに。はいはいはい、準備してね。おお、動かせる、動かせる、来たね。これで武器を構える。お、体験ですね。ため、はいはいはい、ため切り、投げ払い、切り上げ、ガード、はい、キックからの、こっからのためと。わいいな。で、さらに、こういけるわけですね。新ため切りと。うえーい。意外とね、体験って操作が簡単だから、なんか覚えてるよね。で、これは、アルマと話す。こいつか。はいはい。あ、武器。14種類。はいはいはい。体験。まあ、いろいろね、あると。ほうほうほう。まあね、自分で武器を選ばしてくださいよ。まあ、とりあえずね、この中で俺が選ぶのはもちろん総中棍でございます。総中棍ですよね、やっぱりね。なんか操作変わってんのかな。武器の使い勝手を試せそうだよ。どこでや、どこで、武器の感触を確かめたら出発しましょうか。これでね。はいはい。あ、すごい。なんか切った感じの音がリアル。あ、すごいね。はいはいはい。で、あ、赤虫が取れて、ここら辺変わんないのかな。ほうほうほう。で、ヒエン、あれ叩きつけになってる、うん、どういうこと、あれ、ちょっと待ってね、ちょっとわかんないわかんない。ちょっとサンブレイクまでのあれしかないから、またちょっと変わってんのかな。2段切り、2段でもなんかくるって回る感じじゃなかったっけ。叩きつけからのヒエンに行かないな。ジャンプは、ジャンプからの、あ、三角でジャンプ突進切りになってるわ。ほう、え、じゃあマルは何になるの。マルは、え、何これ、あ、丸と三角が逆になってるってことこれだよね、これ、そういうこと。ジャンプした後に確か丸でジャンプ突進だったじゃん、これが逆になってるわ。はいはいはい。で、R2？ ん？何これ、お、何これ、こうの、はい、むずいなちょっとね。総中棍、もう連続切り上げ、投げ払い、集中モード中は、集中モード中。何、集中モード中って。え？ R2、 うん、あーね、虫飛ばし、 R2 三角ため、ため、三角ためると、すごっ。え、三角長押しで虫がめちゃ突っ込んでいくと。はい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 。飛行中にこれはエキスを取る。で、印当て、で、R2 と×で、跳躍の三角か丸か×かで空中回避いろいろ変わります。L2 と R1 で、転生好き。ちょっと待ってくださいよ。なんで転生好き。なにこれ、え、なに、おお、なにこれ、なにこれ。え、転生好き。転生、おお、かっこよ、なにお前。お前やりたい放題じゃん。何お前かっこいい、なんでそんな急に
え、こっからの派生は？こっからの派生は特にか？そう、集中転生。あ、そういうこと。赤い地図を取った状態が集中モードとかそういう話かな。で、こっからのジャンプ突進と。はい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 。いや、ちょっとこれはね、なかなか操作慣れるの難しいよ、また。また結構大変だよ、これ。で、ため丸。え？で、吸収切り。飛天螺旋山。飛天螺旋山？ちょっと待ってよ、これ。そんなバカな。そんな、この状態から丸ボタン長押し？あ、これ？おおおおおおおやっば、ちょっと待って、すごいわ、ちょっとやばいね。マジで？この状態から丸ボタン長押しの、あ、これ溜まってんだ。で、はい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 。お前ちょっと、かっこよすぎるって。まあ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 いいや。ここら辺はね、そのうち慣れるでしょう。じゃあもう先に進んでいき、行きましょう。オート移動が可能です。ほうほうほう。ほう。じゃあもうとりあえず勝手に移動してくれると。あ、なんでもありじゃん。すごい、奥に入っていくね。何ここ。ほうほうほう。お、ムービーっていうかイベント？あそこ、うわー、あ、これお兄ちゃんの、あれなんじゃない？セクレートなんじゃない？あ、いるじゃん。おお、舐められてるやん。うわ、すごい。なんか、プケプケと、あの、なんだっけ、ライズの頃にいたさ、あの、お相撲さんみたいなモンスター。あれのなんか、アイノコみたいな。チャタカブラ。チャタカブラっていうモンスターね。お、いっと、スリンガーで？なんか取ったよ。何これ。はじけの実？なんだろうね、それね。なんかを取ったから、多分発射するんでしょう。乗れる？逃げる。あ、一緒にね。はいはいはい。うわぁ、もうきつそうだね。大丈夫？ここに？さっそうと現れる。そしてガンスリンガー。うわ、かっこいい。え、なんか今画面ついてない？お、画面ついちゃってるね。うん。いけ。うわ、かっこいい。優秀すぎんパートナー。まあまあ、ここはね、俺と、にゃんた長老がいるから、任せてくださいよ。チャタカブラ。はいはいはい。とりあえず、ロックは R3 でいつも通りできると。ただこれあれだね。あ、でも L1 でさらにもう一回ロックオンみたいなね。はい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 。武器を構える。で、投げ払い。はいはい。あ、すごい。自分がね、モンスターと被ったら、何この、なんていうのこの。四角じゃねえ。白で縁取りされるっていうか。ちょっと強調表示されるのね。で、これで、白のエキスを取った。はいはいはい。で、赤、うん、いや、なんだこれ、また白を取った。待って、もうこれ虫、これ、あれだね。これ多分だけど、両中初めから二色取りができないこれ。あ、だね。これ回復と回復持ってきてるよね、これ。この左上の表示が今白取ったじゃん。で、あ、また白取ったわ。白しか取んねえ。まあ、赤取って、で、多分後ろ足とかがオレンジとかだと、ん？何？ L2 で集中モードの構えを取る。集中モード中は標準方向へ攻撃できる。はい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 。とりあえず、ん？今、3番。ん？これ？あ、はい。で、これで今3色取ってるから、この状態で丸ボタン貯めて、で、溜まったんで、これで離せばいいはず。OK。ここ、いつ？え、よしよしよし。今。はいはい。あ、待って、外れてる。盛大に外れてる。待てよ。両中も確か三角で溜まるんでしょ？今溜まってんの？はい。おーおーおお、当たった？なんかすげえぐるぐる回ってるけど。ちょっと待ってね。ちょっとまだ難しいね。一旦ちょっとまあ、ちょっとボコボコにぶん殴っていってみようか。よいしょ。わあ、そういう系ね。ちょっとね。下でね。ペロってね。こっからの飛炎を。あ、飛炎出るじゃん。三色だけ？三色だったら飛炎出んのかな？ぽいよね。で、こう飛炎出してって。で、三角、あ、はいはいね。これ強化ジャンプ突進に変わるんだ。で、ん？傷がつく。傷口への攻撃。これはワールドでいうね、クラッチクローっていうか、傷で、捕まって傷をつけるみたいな、そういう話？で、集中モードだったら、さらにつけやすいよとか、そういう感じか。で、今作のこの、ジャンプ突進切りは、敵に当たっても、もう一回跳躍ができないんだ。多分そうだよね。あ、
今あれだね、なんかワールドでも結構見たようなダメージ表記があったんで、多分傷がついてるところに攻撃したら、あ、だよね、この23とかで、たまにこのちょっと表示が濃ゆいやつが多分そのあれなんでしょう。はい、お、何 L2 中に R1 で集中弱点攻撃、ほう、連続攻撃後に傷を破壊する領地を飛ばして、え、3色一気取り、おいおい、もう何でもできるやんじゃあこれで L2 で集中モード、あ、これで狙うってことね、はいはいはい、でこの、あ、傷口がこれってことで、これ R1 でぶっ刺すで、あ、虫、うえー、やば、ちょっとお前やばいだろ、お前やべえってこれで飛んで、ん、何か丸ボタンでこう下にガッと下がっていく攻撃、まあこれはまあ昔の三角ボタンみたいなもんだよね。うん、そうだね。なんか、丸と三角が逆になってるみたいな感じかな？何？あ、討伐。はいはい。あ、やべえ、つい間違ってね、今三角押しちゃった。これね、丸でこう、ガガガガッとやりたかったんだけど、ちょっと壊していきましょう。よいしょ、よいしょ。で、集中モードを活かしたい。集中モード、これ丸ボタン長押しして、多分なんか来るね。オッケー。で、はい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 。はい。からの、飛燕につなぐ。えいねえ。で、こっから、あー、やばいやばい。こう、はい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 、はい、と、いいね。これ、今作さ、吸収好きっていうか、交流ないの？こう飛んで、交流なさそう。なんか飛んで、これで、待って、なんか書いてる。ちょっと待ってね。L2、R1。ん？いや、交流ないか。今作、交流は多分まだなさそうな気がするけど、おっと違う。おお、ああ、救難信号ね。はいはい、マルチプレイで味方を呼べると。粉塵、え、粉塵あんの？粉塵あるんだ粉塵あんのね。はいはい。おすすめコンボ。跳躍、ジャンプ切り。跳躍。飛天、螺旋山。飛天螺旋山が一番とりあえず火力が出るみたいな感じかな？うん、ぽいよね。とりあえず、交流っていうか、まあね、あの、上から下にドッと下がって、ね、突き刺し攻撃みたいなのはなさそうだね、今のところ。構えて、この集中モードにして、敵の傷口に向かって R1 を押すことによって、虫を飛ばし3色一気取り。やばいな。やばいな。なんでこの、こんなに簡単に3色取れちゃっていいの？で、飛燕につないでいくと。ちょっとこれ、3色一気取りがこんなにできるの？何？これやばいよね。で、粉塵、これ多分印をこう、あ、違うな。ん？待てよ。これ、陰弾はこう、どうやって、これ、印のこれはどうやって発射するの？R2、あ、長押しして、ん？長押しして離す？ん？違うな。ん？あ、でもなんかくっついてんの？ん？何？ん？いいよ。普通にいいよ、戦って。いいよ、普通に戦うよ。集中だって言われたけど。はいはい、いや、なんとかしますよ。なんとかしま、うん、なに、いやいや、あ、そういうこと？ステージのこれ、外に出ようとしてるってこと？そういうこと？この中途半端なところにいるからね。いいよいいよ、じゃあお前こっち来いよ、お前ちょっと。R2 長押しで R1 か。で、印が出るんだ。で、これで、丸三角かな。あ、違うな。どうやって粉塵の、爆発はどうやってやるの？これ。粉塵の爆発、まあ、ないのか、これ。なさそうだね。こっから、はい、はい、はい、と、で、飛燕につなげていきたい。怒ってる。はい、怒ってる。はい、怒ってるね。オッケーオッケーオッケー。からの、ジャンプと、乗ったよ待って。待って。R2耐える。うん、R2 耐える。これはあれかな？ワールドのあれみたいな？乗り攻撃みたいな？バットフィン、ちょっと待ってね。バットフィニッシュ。バットフィン、うん、R1？R1？ はいはい。はいはいはい。からの？あ、わ、すごいすごい。何その、すごい、お前、え、もうなんか曲芸師やん、やってることが。で、こっからの強化道を切ってって、そのまま飛燕につなげていくと。はい、刺していく。さあ、こっからの虫もぶっ飛ばし、お前やりたい放題やってんな、お前。でもノリはあるんだね、今作。これじゃあまた操縦魂強いんじゃないの？乗り攻撃あるってことは。ねえ、あの突き刺し、あ、もう逃げてない？完全に。完全に逃げてるよね、あれ。あと追いかけて、ぶちのめすだけですよ。ちょっと、吸収好き、ねえ、交流なくなったけど、
これまあでもまあまあまあでも氷は欲しいな。あれとは別にね、乗り攻撃のあのぐるぐるフィニッシュとは別に氷欲しいな。さすがにね、やっぱ刺したいよね。うん、まああのぐるぐるアタックもちょっとすごいけど、あれはもうなんかね、もう曲芸師じゃん。もうもうすごいよね、本当に。ただすごいわ。なんだこれ、スリガに装填して発射すると、まあ、弾け石って書いてるから多分まあのけぞらせるとかそういうタイプのやつでしょう。で寝ているんで、これはさすがにこのカメコ、ん、あ、そっか、虫が溜まってないからね。じゃあ R1 でこの弱点をこんな感じこうぶっ飛ばして、飛ばしてって、で、あれ、あ、虫飛ばしてくんなかった。虫は虫こう、まあ、とりあえず取るか。とりあえず取って、で、赤も取って、で、こう刺して、おお、倒したんだ。いいね。いや、ちょっと、楽しいぞ。これは。これは楽しいわ。あ、60秒もあるんだね。で、死体って書いてる。で、張り取っていくと。これ3回張り取れんの？ほう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 。浄化は、ね。はいはいはい。いやー、ちょっとでも難しいね。これまた慣れるまでね。これまたライズともね、ちょっとワールドとかとも、ちょっと微妙に違うじゃん。まあ、ヒエンとか、あ、でもこういうね、切り上げとかは一緒か。で、このまま三角で、二段ギリか。はい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 。でもこの L2 のこの集中モード。これが新しく追加されてる要素だよね。あと丸ボタンもこういう、あ、違ったわ。この丸ボタンでこの溜まるやつとか、ね。の、このむちゃくちゃ切りまくるやつ。とかが追加されてる感じかな。うん。あと、インダンとかはあるし。うん。いやー、むずいな、でも。むずいね。地図をうまいことつけて、その狩りをやりやすくするって感じなのかな。ほうほうほう。まあ、素材をいっぱいもらったと。で、ボックスに送って6分。うん。ほうほうほう。ん？あ、このままいけんだ。何？こちらです。これ乗れんの俺。ん？どうやって？セレクト指。あ、はいはいはい。うわ、すげえ楽。なんだこれ。なんだこれ、めっちゃ楽なんだけど。あ、この中？はい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 。で、入れるの？もう安全だ。あ、隠れてたのね。あー、治療してんだ。はいはいはい。大丈夫？復活した？大丈夫そう。これでとりあえずお兄ちゃんは救ったって感じ？あの、申し遅れました。私たちは、待ってください。ね、知ってんの？何が起きて、まさかあなたたちは。いや、そうですよ。そのまさかですよ。どうやって？どうやってね。俺強いから。妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに？我々が保護しています。はい。一緒に来ていただけますか？大丈夫？来るの？なんか裏ありそうな感じ？ここだよ。すぐに分かった。なんか第二長老みたいな猫いるやん。ベースキャンプ。今作はもう砂漠メインみたいな感じなのかな。もう樽転がしてるよ。ご無事で。こちらに。お疲れ。わ、すごい、長老と長老が話してる。かわいい。早かったな。あの、妹さんはあっちですよ。まあ、会いに行ってやれって。防げますね。ガリアドとしては申し分ない。あ、仮なんだ。ちゃんとしたね、また基地があるのかな。多い方がね。だからゾロ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 たくさん来すぎ。ほら、手を私たちでできるから。わわわわ。痛い。感動の再会。ハンターに感謝しろよ、お前らもう。一旦しろ。はい。行くよ。ほらほら、持ち場に戻って。
さっきはすみませんでした。助けてもらったのに、わけがわからなくなっちゃって。本当にありがとう。ありがとう。まあ、真似してる。わ、アイルーも、ニャンタも、ニャンタも真似してる。近くの村に住んでいます。はいはい。ナナです。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって、みんなで旅をしています。ん？お、俺の選択肢。一体何があった？あなたたちはセレクトについて聞きたい。まあ、一体何があった？一体何が？妹とセクレトに乗る練習中だったんです。あ、セクレトか。今俺セレクトって言ったっけ？セクレトだね。はいはいはい。ノノを逃がして、やつを引きつけて走って。でも足を滑らせて落ちてしまったんです。まあ、しっかりしてよ。なんであんな危ないところで練習してんの？先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか？その道具も人に扱えるものとはとても思えない。まあまあまあ、普通の人ではないんでね。虫使えるから。大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。かっこいいでしょ。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で。そしてこれを持つには許可が必要で。あ、そうなんだ。ハンターランクとかいいのかな。ハンターライセンスみたいなのいいのかな。道具、そのおかげで僕たちは助かったんですね。ああ、他にもまああるんだ。まあでもとりあえず会話を終了でいいかな。お二人の怪我の手当てをしませんか。おお、ああ、まだ怪我したままなのね。ベースキャンプを見回ってこよう。はいはいはい。じゃあニャンタ長老と一緒にいろんなところをね。ん？あ、お、かけるもの。ミッションクリアート。これで、あ、すごい、右上にね、ミッション報酬、なんか薬草やら蜂蜜やらギルドポイント。ほう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 。すご、こんな遊べるんだね。何？ん？あ、Thank you for playing。 ここまでで、ここまでってことですかこれ。あ、やばい、早すぎた。ちょっと待って待って、見えなかった今。バツボタンちょっと押すの早かったよ、ちょっと。ん？何？これ。これ今どういう状態？ハンターさん。はいはい。砂原で土砂熊と土砂熊。気象の激しいモンスターが確認されました。はいはい。このモンスターは群れを作る可能性もあるようです。へえ。被害が広がる前に狩猟をお願いします。ほう。土砂熊は集団で行動する場合がある。狩猟の際、同時に複数体のモンスターを。おお。あ、肥やし玉ね。あ、で、土砂熊は過去ボス個体ってのがいるんだ。はいはいはい。ターゲットに印をつけて、よかったらこちらも使ってください。使ってください。了解した。了解です。あ、マルチプレイト。はいはいはい。あれ、肥やし玉と誘導弾、生命の粉塵と。好きな武器種を選べます。はいはい。メインとサブ、それぞれに武器を装備できます。ほう。状況に応じて使い分けてください。ほう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 。すごいなあ。まあ、武器はいっぱいあるけど、とりあえず、ん？あ、バツか、バツで入るのね。おお、すごい。あ、長老も一緒にね。あ、お供の武器も。でもさすがにベータ版だからないよね。待機させる。ああ、はいはいはい。お供の装備変更、トンカチ。あ、めっちゃあんだん。めっちゃあんなお前。4つもあるんだ。バーラネコトリル、もうハンマー、ナックル、まあ、ちょっとドリルが見たい。わ、すごい、ドリルついた。頭は？これは？わお、これは？わ、かわいい。わー、これもかわいい。でもこれいいな、これいいね、これ。はいはいはい。で、動画？もうこれがあって、これがあって。うわ、ロボだ、ロボね。これじゃない？ちょっとね、一旦このね、パジャマっていうかさ、このなんか寝巻きみたいな。この子かわいい。いいね。焚き火料理。すご。待ってな。すごいな。どんだけできるの？クエストの受注。ほうほうほう。今、かわいい音がしたね。クエスト。とりあえず、じゃあ今出てる、その、なんだっけ、土砂熊だっけ？のと、ん？なになになに？ロビー？ちょっと待って待って待って。なんだなんだなんだ？なんだ？待って待って。なんかいっぱいなんか、待って、俺なんかロビー入ってんの今。
すごい右側に出てきたけど、なんかで、うん、なんか入ってるっぽいね。入ってる。お、なんで、ちょっと待って待って、なんか、ちょ、待って待って待って。ちょ、これ、待って、まあ、一旦戻ろう、ちょっともうよくわかんない。一旦降りてくれ。一旦ちょっとタイトル戻ろう。ちょっと一旦戻ろう。うん、セーブ。ちょっと待って、行くな、ちょっと待って。操作できてないから、ちょっとさ、もう勝手に進んでるから。おお、なんだこれ。え？なんか、おお、コーヒー置いて、おう、ん？あ、バイバイみたいな。また来てね、みたいな感じ？ん？あ、俺いるやん。お、何これ。どういう状況今これ。え？うん、うん、うん。立ち上がりいいの？どっか行きいいの？ん？え？あ、え？あ、そういうこと？いや、すごっ。作り込まれてんな、作り込まれてる、すげえ。これ最初の画面に戻ってくるんだ、これで。ちょっと今鳥肌立ったわ、すごー。わ、いいね。わ、こんなとこまでしっかり作ってんのね。いや、ちょっととりあえずね、デモ版というか、まあベータ版ね、ちょっともうちょっと続きそうですけれども、まあ一旦ね、ここまででこの動画は閉じようかなと思います。ね、ちょっともう、すごく長くなりそうなんで。まあどこまで遊べるかわかんないけどね。とりあえず映像が超絶綺麗。そしてなんかすごいリアルになっていると。まあライズの頃とかね、まあワールドとかと比べて、ね、また操作性もね、ちょっと違いますし、まあどうやら集中モードだっけね、 L2 押すやつね、あれを使いこなしていかないといけないよね、多分ね。でもね、だって虫だって3色取りできんのよ。えぐいよね。うん、あとまあ長押し系の技とかね、結構あったんで、そういうのもそうだし、あとノリね、ぐるぐる回転アタックね、突き刺しアタック、いやーすごいね。操中痕がまた違ったかっこよさになってんね。他の武器とかも、じゃあ、ところどころ変わってんのかな？いやー、ちょっと面白いね。まあ、ちょっと今回は一旦ここで、ベータ版区切ろうかなと思います。はい、ということで、ここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。